さてポケモンの選出が始まりました。画面に映っているのが小菅選手の手持ちポケモン、バンギラス、ヒードラン、ランドロス、クレセリア、みんな応援しよう。これはです、ね、眠いかもしれないけど、はい、対するマスターの、アラシュ選手、手持ちポケモンはマンムー、ローブシン、ヒードラン、ラティオス、トルネロス、モロバレルですね。マンムーなんてものがありますかね。そうですね、マンムーはあまり見ないポケモンですね、はい、どのようなバトルとなるでしょうか。さて間もなくバトルが始まります。画面手前がイタリアのアラシュ選手、画面奥が日本の小菅選手ですね。さてこの90秒も非常に短いんですよね。いやもう本当に一回真っ白になったりしますからね。これ緊張感が半端なさすぎて、はいはい、冷静に判断できないと、はい、相手が自分のパーティーを見て何を選ぶかっていうのをまずを予想しないといけないんですから ね、 ね、さあ始まりました。来たよーい、マスターリーグ決勝戦バトルスタートです。いっけ、さあどちら勝つか、誰に決めた。まずは先発注目ですね、うん、まずは画面手前アラシュ選手、これはマンムーとトルネロスです。マンムーが出てきました。マンムー、はい、対する小菅選手、これはボルトロスとローブシンです。はい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 、トルネロス、ボルトロスともに化身フォルムでの登場です。ブイコちゃんの分も、はい、頑張ってもらいたい。なんとかしてほしいですね、日本に。さて会場では久しぶりに日本にこうね、そうですね、優勝持ち帰ってほしいよね、はい。さてまず1段目注目となるのは素早さでしょうか。マンムーが そうですね弱点が多いんで、はい、できればそのあ警戒したいと思います、はい、まずはボルトロス先制で電磁波、これがトルネロスにヒットします。トルネロス麻痺してしまいます。次でローブシンマッハパンチ、これがマンムーにヒット、効果抜群。これは耐えられるか、おっとかなりのダメージ、いやしかしマンムー持ちこたえます。ローブシン命の玉でしたね。続けてマンムー、これがシュララマリ、これがボルトロスにヒット、効果抜群。どれだけ削れるか、いやー効果抜群、ボルトロスを一撃でダウン、一撃すごい火力です。続けてトルネロス、おっとアクロバット、飛行のジュエルをからのアクロバットがローブシンに命中、これがどうなるか、これは痛いか、これ一撃ですかね、痛い、いったー、アラシュ選手一ターンで一気に相手のポケモン2匹を倒します。いやーすごい戦い、激しい試合です。さてこれはどうなるか、いや小菅選手はでも粘り強いですから、はい、ここでクレセリアとヒードランが登場です。まだ頑張ってほしい。1ターン目はお互い激しい殴り合い、いやしかしトルネロス麻痺してしまいますからね、分かりません。1ターンで2対落ちましたね、はい、すごいな。さあ次はヒードランが先に動けるでしょうから、いや終わったとか言うな、終わったとか、まだ分かりません、全然分かんないぞ、はい。さてこうなるとクレセリアでサポートしながらヒードランが攻撃、あるいはクレセリアが冷凍ビームなどでの攻撃などもあります。そうですね、はい、麻痺してるんでクレセリア先に受けますから、冷凍ビームと熱風でどうなんですかね、一掃できるんじゃないですかねっていうところですが、まあそう簡単には、そう簡単にはそんなね、はい、あの、しかしダブルバトルでは守るがありますからね。そうですね、まだまだ全く分かりません。ここでヒドラン守るを使います。なるほど、ヒドランを温存する作戦でしょうか。
マンムーン、これがつららばり、強烈な火力のつららばりがクレセリアにヒット、余裕を持って耐えます。続けてなるほどクレセリアにダメージを与えつつ交代します。ここでクレセリア、お盆の実でしょうか、体力を回復させます。さてトルネロス、トンボ帰りで交代します。交代先はどのポケモンでしょうか。なんだ、はい、注目ですね、何が出てくる。ドームシン、ヒードラン、ラティオス、モロバレルのいずれかから登場しそうですが、どうでしょうか。クレセリアは結構遅いですね。そうですね、毎日はトルネロスより遅いという形でした。ロックルームのパーティーなんですかね。ここで出てきたのはローブシン、格闘タイプでローブシン、うん、登場します。続けてクレセリア、トリックルームです。トリックルーム、はい、あ、さてこれで素早さの遅いポケモンほど先に動けるようになります。しかしローブシーも遅いポケモン、どうですか、これありませんね。どうでしょう。そうですね、ローブシー結構遅いんで、ヒードランがより遅いとね、逆転することはちょっとないんじゃないかな。全くわかりません。まずはローブシードレインパンチ先制ですね。これがヒードランにヒット、効果は抜群、大ダメージを受けてしまいます。返しのヒドラン、ここは熱風、熱風、さらに炎の重力で威力 1.5 倍、これが2匹を襲います。おこれでローブシにどれだけダメージを与えられるか。もちろんマムはダウンです。でクレセリアがそうですね、最高ですが、最高最高ショップ受けてクレセリアが、これが最高ショップかな。そうですね、最高記念室、最高記念室がと。おっと、ローブシンダウンです。これはまだまだ分からないぞ。全然分からない、はい、両者2匹とも、ポケモンを失い、残り2匹ずつとなりましたね。いやいやいや、ほら画面手前、アラシュ選手はここで滅ばれるですね。滅ばれるとマヒヒタトルネロスが出てきます。おっと、これはまだ分からないんじゃないですか。滅ばれるから動きますね、おそらく。さて現在場をトリックルームが支配しています。いやクレセリアの最高記念室やモロバレルの熱風が電磁波もなんか逆に、はい、キノコの胞子で眠らされる可能性がありますね。さてこのターンで、はい、バトルがどちらに傾いてもおかしくない、非常に難しいバトルです。ヒドラン、ここは守り、守るを使います。非常に行動します。続けて滅ばれるキノコの方針、あーっとこれでクレセリア眠ってしまいます。これはかなりの痛手ではないでしょうか。次トルネロス、バカ力を使いますがヒードラには防がれてしまいます。クレセリアは眠っています。さてこのトルネロス防がれてしまいましたが、バカ力を覚えてるです。麻痺してるんで、また素早さがどうなんですかね。わかりませんね。トルネロスの方が、はい、先に動けるかもしれないですね。続けてヒドラン、連続で守る。クレセリアが目覚めるまで待ちます。もちろんここはキノコの胞子を防ぎます。続けてトルネロス、これがアクロバット、これがクレセリアにヒット、ちょっとかなりのダメージ、まだ目覚めません。寝てんなおい、はい、結局のところこれトリックルームじゃない方がいいですね、はい、そうでしたね。この電磁波がアダとなってしまったか、いやしかしまだ分かりません。麻痺して動けないということもありますからね。確かに8分の1の確率ですね、守るとしても。やはりここでキノコの方針、これは厳しい。なんだよ、ヒドラン眠らされてしまいます。炎のジュエルを使ったので持ち物なし、さらにアクロバット連打、これはクレセリアにヒット、いやー厳しい。あーいやー厳
しいですね。ミドラン眠っています。目開いてるように見えるけどな、このミドラン目開いてないか、これは。ミドランはまぶたのない。じゃあ動けるかもしれませんね。本当だよ、はい、充血してるけどこれ、はい、起きてますよこいつ。しかし眠っています。おっと、ここでヒドラン目覚めました。ここでヒドラン寝ぷ、ほら起きた、充血が。まだ分かりません。いっけ、みるみる削ります。おでかー、オーカーバスム。おっと、トルネロス麻痺して動けない。よし、まだ分からないぞこれは。あ、しかしここで起きることを見越しての、まあそうですね、キノコの方針、はい、うますぎる保険ですね、はい、いやでも目開いてるように見えるんですよ僕は。じゃあ動けるかもしれないです、ね、いや相手が目覚めることも加味して、いや寝てないから充血してますけど、はい、万が一目覚めることも加味してキノコの方針をあらかじめ打っていたいますね。まあちょっと厳しいですねこれは。ヒドラ眠っています。起きることは叶わないです。おっと、ここでトルネロスのバカ力がヒドランを直撃。うわー、これダウンか、ヒドランダウンです。いや素晴らしいバトルでしたが、はい、1試合目はイタリア代表アラシュ選手が取りました。いやしかしいいバトルでした。行きましょう。画面に映っているのがボスゲ選手のポケモン、対するアラシュ選手のポケモンはバンムー、ロウブシ、ヒードラン、ラティオス、トロネロス、モロバレルですね。さあ始まりました。なんとか小菅選手取ってほしいですね。2本目取ろう、はい、さあ注目の2試合目、勝つのはどちらのトレーナーでしょうか。頑張れ、みんな応援してるぞ、はい、まずは注目先発のポケモン小菅選手はヒードランとクレセリアを出しました、うん、対するアラシュ選手はバンムーとトルネロス、また一緒、同じポケモンですね、はい、さてこうなると注目するのは素早さ順。そうですね、ただ、小菅選手トリックルームなのでヒードランの素早さがどれぐらいのものかっていうのはなかなか分かりにくいと思います。分かりませんね、はい、はい、あの通常で言えばそうですね、トルネロスから始まって、はい、ヒードラン、はい、そしてクレセリア、マンムーですかね、はい、だマンムーおとこで自信がそうですね。マンムーが自信でしょうか。マンムースカーフを持たせてます、ね、なるほど、こだわりスカーフです、はい、素早さ上げていた。うわーっとー、ヒードランが一撃ターン。きついですねこれ、すぎる。素早さが遅いと思われていたマンムーですが、なんとこだわりスカーフで素早さ上げていた。これは強力、痛いね。これが世界のレベルか、マンムーにこだわりスカーフを持たせていた。これは予想できません。そしてここで出てくるのが先ほど眠りを巻いたモロバレルです。いやきつい。あ、クレセリアトリックルームを使いますが、モロバレルが出てるんで結構きついですね。出てきてしまいました。トリックルームがあだとなったか。おそらく小菅選手このトリックルームを使っている感じでいうと、そうですね、ローブシンが出てきました。こだわりスカーフを持っているあのマンムー分かっているのかもしれない、ね、なるほど、はい、しかしトリックルームを使っていますから、逆にマンムーは素早さが下がったということになりますね。いやいやいや大丈夫大丈夫、まだ分かりません。全然しかないよ。素早さは遅いですが火力の非常に高いローブシンが出てきました。トリックルームかで先ほどの怪力のように暴れてくれるでしょうか。応援しようぜ応援しようぜ。モノパネルのそうですね、キノコの方針がここでマンムーを交代させます。
して格闘タイプの技を警戒してがトルネロスの登場です。そしてクレセリア手助けですね。手助けで味方のサポートに入ります。ここからローブ陣の効果力の攻撃が出るか。おっと、しかしキノコの方針、これでローブ陣眠ってしまいます。さてラムの実なので目を覚ますことができるか。ローブ神眠っています。いやー、絶妙なタイミングでのキノコの方針。手助けさてどうする、待ったからね、厳しいぞ。はい、今クレセリアに来るのを読んでの手助けだったんですね。はい、そこでやはりクレセリア、ね、はい、トリックルーム下でむしろ生き生きしてるのはもろばれる。キノコの方針を連打。さてこうなるともはややばいよ、ローブ神が目を覚ますことができません。クレセリアも眠り、そしてトルネロスアクロバット飛行の準備で火力アップ。これがローブ神に直撃か。効果抜群、これは一撃ですね。またこれはきついですね。よっと、ローブ神もたまらずダウン。これが世界のレベルか。いや、次々とポケモンを倒されてきます。さてコースで選手最後に出てきたのはランドロスです。ランドロス、はい、素早さの高いポケモンです。しかしまだ分かりません。おっと、トルネロス、これは負けん気ですね。負けん気、比較の効果でむしろ攻撃が上がっています。ここまで読んでの魔剣気を持ったトルネロス、素晴らしいバトルですね。ここでランドロス守るを使います。トリックルームが切れるまでなんとか時間を稼ぎたい。さっきもこういうシーンありましたね、はい、ありましたね。トリックルームをクレセリア眠っています。ここでトルネロス、おっと、トンボ返りですね。これでクレセリアに強烈な一撃、そして戻ります。クレセリア思うのみで体力を回復しますか。どうでしょうか。苦しい展開です。爪痕残したい。はい、しかしまだバトルは分かりません。ランドロスがどう活躍してくれるのか。なんで下げちゃったんでしょうかね。そして交代で出てきたのはマンムーですね。こだわりスカーフを持って素早さが速いと思われるマンムーです。ランドロスにとってマンムーは厳しい相手。いやー、いやー、ここでやはりキノコの方針当たってしまいます。ランドロス眠ってしまいます。クレセリアここで目覚めますか。どうでしょうか。サイコキネシス、これがモロバレルにヒットで効果抜群ですが落としきれるでしょうか。モロバレル耐久力が高い、これは硬い。出てくるのがつらら落とし。いやこれはつららばりですね。これはそうですね、こちらがつららばり、はい、こちらがつららばりです。つららばり出てきちゃったよ。試合のサスケを持ってることを警戒したが着実につららばりで相手を攻撃します。こっちがつららばりです。はい、さてトリックルームが綺麗、素早さが速いポケモンほど行動できるようになります。しかしイタリアのアラシュ選手、いやすごい、非常に素晴らしい立ち回りです。ここでマムがこだわりスカーフからのつららばり2回、続けてクレセリアサイコショップ、サイコキネシスですね。はい、ここでマム落としきれるか、あ、違う、転ばれる、落としきれるか。あっと、しかし耐えます。
いやそしてここで絶望のキノコの方針、絶望のキノコの方針、強力ですね。アラシュ選手うまく味方でサポートしつつ、もう一本の仲間で合流すると、いやうまいですね。さて間もなくチャンピオンが決まろうとしています。うららばりがヒット、強力な一撃がどん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 クレセリアの体力を奪っています。まだ食らう、残ったけどなんとか耐えましたが、クレセリア目覚めません。寝てな、寝てんなおい。そしてここで大活躍したモロバレルがギガドレインでとどめ、すごいなこいつ。ここでバトル決着です。マスターリーグチャンピオンとなったのはイタリア代表アラシュ選手です。おめでとうございます。いや